静岡県立浜松北高等学校は、静岡県浜松市中区広沢一丁目にある県立高等学校。1894年に静岡県人城中学校浜松文校として創立した公立高校である。校訓は特になく自主独立の精神を養い、個性を新調する。制服は、男子は爪入学生服、女子はコンジャケット、スカート、 ベスト。北高、浜松北高、浜北と呼ばれることが多い。また、一年間の前半を、道の時期、後半を、正の時期と区別し、勉学と行事に、明確なメリハリをつけている。道の時期では、学校祭、合唱大会、運動会などの学校行事が、盛んに行われている。春は3月、小山慶一作詞、諸井三郎作曲。 効果の他に、生徒の歌、大地に萌えゆるもの、がある。ゆるやかな効果に対してこちらはテンポが速く、活発な印象。式典では、効果、生徒会行事では、生徒の歌を歌うことが多い。全日制家庭における、主な学校行事を掲載する。通常の生徒会活動は、生徒会執行部が行う。行事活動には別に有志による、運営委員会を発足させ。 立案から実行までを行う。浜松北高には常設の応援団があり、冬を含めた一年間を通して活動を行う。団員は爪入り学生服に身を包み、技を切ったり効果等を歌ったりして応援する。夏の野球応援を中心に活動し、他の部から要請があれば、試合会場に行き応援することがある。応援団は、 表議委員会によって定められた断速に沿って活動している。政治、官僚放送学術経済文化、芸能スポーツ、ありがとうございます。